ギルバート諸島マーシャル諸島、ギルバートマーシャル諸島の戦いは、第二次世界大戦中のギルバート諸島、マーシャル諸島で行われた一連の戦闘の総称。マリアナパラオ諸島の戦いまで含めて、ミクロネシア一帯の島々をめぐる戦闘を、中部太平洋の戦いとして捉えることもある。第一次世界大戦後、日本は、マーシャル諸島やカロリン諸島など赤道以北の旧、 ドイツ領ニューギニアを委任統治領とし、国際連盟脱退後も統治を継続していた。他方、ギルバート諸島はイギリス領で赤道以南の旧ドイツ領ニューギニアであるナウルはイギリスオーストラリアニュージーランドの共同委任統治領となっていた。委任統治領としての制約や4カ国条約との関係で、これらの島々の軍事拠点化は基本的に行われていなかった。 大東亜戦争が勃発すると日本軍は1941年12月10日にギルバート諸島をほぼ無抵抗のうちに占領した。マーシャル諸島に展開した日本軍航空部隊はウェイク島の戦いでは支援爆撃を行った。開戦後もマーシャル諸島などの南洋諸島の陸上防備は極めて手薄な状態で海軍担当地域とされたために 陸軍部隊は全く配置されていなかった。一方、序盤のアメリカ海軍は、真珠湾攻撃生き残りの空母を活用したゲリラ的な反撃を展開し、1942年2月1日に、その最初の事例となるマーシャル・ギルバート諸島、機動空襲を行ったが、日本軍の被害は特に大きくはなかった。同年5月のミッドウェイ海戦で、日本軍の攻勢の勢いが、 以前のものほどではなくなった後も、ソロモン諸島の戦いが日米の主戦場となり、中部太平洋方面への反抗は始まらなかった。例外として、同年8月にマキンキ州が行われ、脆弱な日本軍マキン守備隊が全滅する事件はあった。マキンキ州に刺激を受けた日本海軍は、ギルバート諸島防衛を担当する第三特別根拠地帯を新設し、 海軍陸戦隊を増強して、ギルバート諸島の陸上防備を強化した。また、1942年秋に大本営は、占領地防備要項を決め、中部太平洋方面の防備強化のため、陸軍部隊を海軍指揮下に派遣することになった。ただ、輸送船の撃地にやニューギニアの戦いの激化により、陸軍部隊の展開は大きく進まなかった。1943年に、 アリューシャン方面の戦い、ソロモン諸島の戦いで勝利を収めたアメリカ海軍は、米国統合戦略委員会とともに、中部太平洋を西に向かって進撃することを計画した。当初、この計画に、南太平洋最高司令官である、ダグラス・マッカーサーを中心としたアメリカ陸軍は、反対していたのだが、最終的には、アメリカ統合参謀本部の決定により、 中部太平洋への進攻作戦が行われることになった。8月21日から8月24日の間にはカナダのケベックでアメリカ合衆国、イギリス、カナダ、フランスの4カ国が会談した。このケベック会談により中部太平洋への進攻作戦の具体案が決定し、米軍の攻撃の最初の矛先がギルバート諸島のマキン、タラは 安倍ママに向けられることになった。主勢に立たされた日本軍は、戦線を縮小して、防衛体制の強化を図る戦略を取り、1943年8月に大本営で絶対国防権を設定した。同年9月の南鳥島空襲は、特に日本軍に衝撃を与え、第52師団のトラック島行きなど陸軍部隊の大量派遣が決まり、逆上陸作戦用として、 こ子隊がポナペ島に待機した。マーシャル諸島やカロリン諸島東部は絶対国防圏外とされたが、日本海軍はマーシャル諸島海域での艦隊決戦構想に固執した。連合艦隊はマーシャル方面への敵襲に備え、基地航空部隊や機動部隊などの総力を挙げた、共同攻撃で撃退するという作戦計画、Z 作戦を立案していた。しかしながら、 9月と10月の2度にわたるマーシャル方面への艦隊出撃のため、全身基地トラック等の備蓄燃料が不足し、大規模な艦隊の行動が困難となってしまった。さらに、ソロモン諸島方面でのロゴ作戦で、空母搭載機が大打撃を受けてしまい、計画通りの迎撃は不可能な状況であった。1943年11月21日、アメリカ軍は、 ギルバート諸島への上陸を開始した。しかし、日本海軍は9月と10月の2度のマーシャル方面への艦隊出撃により、艦船用燃料が不足し、艦隊の出撃は困難な状況であった。マキン島とタラワ島では激戦の末に日本軍は全滅した。攻略支援のアメリカ機動部隊とマーシャル諸島の日本軍基地航空部隊との間では、 ギルバート諸島沖航空船が11月末まで4時に渡って行われ、その後12月5日にはマーシャル諸島沖航空船が行われた。日本軍は空母多数撃沈の大本営発表をしたが、実際にアメリカ軍が受けた損害は空母二隻損傷に留まった。日本軍航空部隊の損害は甚大であった。マキに上陸する。 アメリカ第165不評連隊マキンには第3特別根拠地帯文献隊243名を中心とした693名が守備についていた。1943年11月19日から連日空襲が行われるようになり、21日早朝に陸軍27師団の1個連隊が上陸した。守備隊は奮戦するも23日早朝に1名を 覗き全員玉砕した。アメリカ軍の護衛空母、ディスカム米はこの作戦中、日本の潜水艦275の魚雷攻撃により失われ、マキン島の陸上船の死傷者を大きく上回る、損害を出した。一方、日本側もギルバート諸島の戦いの間、この方面で多数の潜水艦を失った。タラワには、第3特別根拠地帯、本体902名、 佐世保第7特別陸戦対戦669名を中心とした約4500名が守備についていた。タラワも11月19日から空襲を受け、21日、早朝に海兵第2次団が上陸作戦を開始した。しかし、守備隊の抵抗は激しく、上陸初日はほとんどの米兵は海岸までたどり着くことはできなかった。だが、22日午後には、 形勢が逆転し、守備隊は追い詰められていった。そして翌23日夜に残存守備隊は、最後の突撃を観光し、17名を除き全員、死亡した。アッパママには、第3特別根拠地帯、アッパママ文献隊24名が守備についていた。11月21日夜に、偵察のため潜水艦から上陸した、海兵隊78名は、 日本軍が少数であることを知り、潜水艦の援護射撃を受けて進撃し占領した。日本兵は全員死亡した。ギルバート攻略後、アメリカ軍は中部太平洋における次なる攻略目標としてマーシャル諸島を目指した。アメリカ軍の作戦計画は、まず、チェスター・ニミッツ・提督が、マーシャル東端のマロエ・ラップ、ウオッセの両間賞と日本軍の司令部がある。 クエゼリン艦渉を同時攻略するという計画を立てた。しかし、タラワ戦で上陸部隊を指揮したホーランド・スミス少将は3島に同時進行するには兵力が十分でないとしてこの計画に反対し、レーモンド・スプルーアンス、リッチモンド・ターナーの両帝徳もスミス少将と同意見であった。3人は、まずマロエラップとウオ・ゼを攻略し、その後に クエゼリンの攻略作戦を行うべきだと主張した。これに対して、ニミッツ提督は、クエゼリンの東側のマロエラップ、ウオッゼなどの日本軍基地は占領せず、クエゼリンのみを攻略対象とするという案を出した。スミス、スプルーアンス、ターナーの3人はこの案に反対したが、ニミッツ提督の意思は固く、スプルーアンス中将も、この計画を認めざるを得なかった。その代わりに、 スプルーアンス中将は、クエゼリン攻略の際に、日本軍がいない、マジロ艦将を同時占領して、ここを、クエゼリン攻略作戦艦の艦隊白地と、航空基地として使用することを進言した。これを、ニミッツ提督は承諾し、アメリカ軍の作戦計画は決定した。計画には、エニウェトク艦将の攻略も含まれたが、エニウェトクに進行する時期と使用兵力は、 クエゼリン作戦の結果により決定するとされた。一方、日本軍は、ギルバートに近いミリ干渉かジャルート艦渉、あるいはハワイから最も近いところにあるマロエラップか、ウオッツェに次のアメリカ軍の攻撃が向けられるものと考えていた。そのため、日本軍はこれらの前線基地に優先的に物資と人員を送っており、クエゼリンの防備はこれらの島と比べて進んでいなかった。 ジャルート干渉などに陸軍の南洋支隊が守備隊として駐屯している一方、クエゼリンには海上機動第一旅団の一部がついたばかりだった。1944年1月末、アメリカ軍はマーシャル諸島一帯を激しく空襲し、日本軍の基地航空部隊を壊滅させた。日本軍の反撃能力を奪った後、アメリカ軍はクエゼリン干渉へ上陸を開始した。 準備不足の日本軍は短期間のクエゼリンの戦いで全滅した。クエゼリン攻略作戦開始後、攻略作戦が予想以上に順調に進捗していると判断したアメリカ軍は、クエゼリン攻略作戦の予備兵力を使用して、エニウェト区間省の攻略を繰り上げて実施することを決定した。その準備として、日本海軍の中部太平洋方面の拠点で、 エニウェトク干渉に近いトラック島を攻撃して、日本の航空戦力を制圧することも決定された。アメリカ軍空母部隊は1944年2月17から18日に、かけてトラック島を空襲し、これにより島の日本軍の航空戦力は壊滅した。続いて、2月19日に、アメリカ軍はエニウェトク干渉への上陸を開始し、 エニウェトクの戦いでも日本軍守備隊は全滅した。日本軍は、マキン、タラワの疾患以来、満州の関東軍からも兵力を送った。1944年1月15日の時の各党の兵力はとなっていたが、各党の兵力は十分とは言えず、防御施設はほとんど整備されていなかった。なお、クエゼリンの兵力のうち、陸軍部隊千名は輸送船の都合で、 クエゼリンに待機を余儀なくされていた部隊でウオッツへ進出の予定であった。そのため、クエゼリンでは実戦部隊としての任務についていなかった。1944年2月1日、ハリーヒル少将が指揮する攻略部隊が上陸。島には日本軍守備隊はおらず、同日中に無血占領を果たした。干渉は、 アメリカ海軍の白地として整備され、その後の作戦で重要な役割を果たした。ルオット島、ナムル島ルオット島とナムル島は、クエゼリン環章の北部にある、双子島で、第61警備隊文献会、約400名を主力とした2900名が守備についていた。1944年1月30日より、リチャード・コノリン少将式の攻撃部隊による空襲と、 艦砲射撃を受けるようになり、2月2日に、海兵第4師団の海兵、第23、24連隊が上陸した。事前の砲爆撃で、日本軍守備隊のほとんどは死傷していた。そのため、同日中に、米軍は両党を占領できた。クエゼリン島、クエゼリン島には、日本陸軍海上機動第1旅団。 第2大隊約1000名を中心とした5210名が守備についていた。1944年1月30日からリッチモンドターナー中常式の攻撃部隊による空襲と艦砲射撃を受けるようになり2月2日午前に米軍は上陸を開始した。その日の夜、日本軍は夜襲をかけ米軍を海岸まで一時撤退させた。しかし、米軍は 干渉内の周辺無人島から砲撃を加え、日本軍を撃退した。その後は、日本軍は、主勢となり、守備隊はつ日に玉砕した。生存者は263名。航空支援を受けつつ前進するアメリカ軍エニウェトクには、海上機動第一旅団主力2763名を中心とした五百六十名の日本軍が守備についていた。当初、 エニウェトクは、今時作戦の攻略対象ではなかったが、クエゼリン攻略の予備隊として準備していた第4、海兵士団第22連隊と第27不評士団第106大隊を使用しなかったので、この部隊をエニウェトク攻略に充てることになった。1月31日からマーク・ミッチャー少将式の攻撃部隊による空襲を受け、2月18日未明から、 艦砲射撃が開始された。そして2月19日午前に、米軍はエンチャビ島に上陸を開始し、同日中にエンチャビ島を占領した。その後、米軍は、道館省内のエニウェトク島、メリレン島にも上陸し、23日までに道館省を確保した。道館省には、タロア島を中心に、陸軍3000名、海軍警備隊船100名、他に、 海軍航空部隊が展開していた。1944年1月30日、スプルーアンス部隊の攻撃を受けて、飛行隊を中心とした航空施設は壊滅的な打撃を受けて、本土から救援も絶望的な状況になる。しかし、道東はアメリカ軍の占領地域には入っておらず、終戦までアメリカ軍による航空攻撃と降伏勧告が続く。しかし、 生き残った部隊は降伏することなく、結果として終戦まで同等を維持することに成功する。1944年1月30日、米軍による上陸作戦が直接行われなかった島に対しても、空襲や艦砲射撃による攻撃が行われた。マロエラップとウオッツェには、マーク・ミッチャー少々式の攻撃部隊が、ミリトやルートには、 ジョン・フー,ーバー少々式の基地航空隊が攻撃を行った。これらの島は、クエゼリン陥落後、日本本土からの食料などの補給が困難となり、終戦時まで飢餓に悩まされることになる。ミリ干渉のクエゼリン陥落から終戦までの悲惨な状況は、NHK 戦争証言アーカイブス、証言記録兵士たちの戦争の飢餓の島見方同士の戦場金沢不評第1七。 連帯に多くの証言が記録されている。ギルバート諸島、マーシャル諸島は日本軍の防備強化が進まないうちにアメリカ軍の飛び石作戦により突破された。日本海軍が戦前から研究していたマーシャル海域での迎撃型艦隊決戦構想は実行できないまま崩壊した。アメリカ軍が上陸した島の日本軍守備隊は玉砕し上陸しなかった島でも 日本からの補給が途絶して、孤立、遊兵化した状態で終戦を迎えたが、この間、食料を不足による飢餓や、医薬品不足による薬病流行により、多数のが死者、病死者を出した。アメリカ軍が演習を兼ねた砲爆撃を行うこともあり、それによる戦死者も発生した。アメリカ軍は、マジロ干渉を得たことで、以後の艦隊行動の拠点を確保した一方、 日本海軍の一大拠点のトラック島はその戦力を大きく損なった。中部太平洋方面の正海圏、制空圏を握ったアメリカ軍は3ヶ月余りの準備期間の後、マリアナパラオ諸島への進行を開始した。ありがとうございます。